さて、国土交通省はおととい、国際クルーズ船の受け入れを再開させると発表しました。金沢港に入った国際クルーズ船の本数を見ていきましょう。北陸新幹線金沢開業を迎えた2015年は12本、そこから順調に本数を伸ばし、2017年は過去最多となる48本、そして2018年は37本、2019年も44本と好調を維持しました。しかし、新型コロナの影響で2020年、2021年、今年とゼロが続いています。待望の国際クルーズ船の受け入れ再開に向けて、県内の観光地でも準備が進んでいます。外国人観光客にも人気が高い金沢市の東茶屋街、その入り口にある金沢浅野川園遊会館です。金沢の茶屋文化を紹介するため、今年5月にオープンしました。水際対策が緩和された先月以降、外国人観光客の来館が大幅に増えました。ここの展示のゾーニングにね、それぞれ英文表記を入れておこうと思ってるんです。そういうものを今すぐ印刷して、ここに皆さんインバウンドからお配りしようと思ってます。受付に英語の対応マニュアルを用意しているほか、タブレットの翻訳アプリを活用するなど、外国人観光客の受け入れ体制を整えています。国際クルーズ船が金沢港に入ると、さらに外国人観光客が増えると期待しています。金沢来る人の大体8割も東茶屋街来ますので、そういう意味ではクルーズの方もそのレベルかなというふうに思います。もう7月頃からのクルーズ会社がよく来られてまして、営業担当、企画担当の方が来られて、ここに来て一つの商品になれないか、あるいは芸妓さんと会う機会をここで何かできないかというご提案をいろいろいただいてたもんですから。国際クルーズ船の観光コースの一つになるのではと手応えを感じています。そして外国人観光客にさらに楽しんでもらうための準備も進めています。はい、ここがお座敷でございまして、これから首都圏の観光客とかインバウンドの方向けに芸妓さんと、の座敷体験を見て、実際にここでお食事をしていただいて、お客様と芸妓さんが一緒にそこに、おもてなしを受けるという、そういう企画をこれから作っています。来年春ごろからお座敷体験ができるようにプランを練っています。県によりますと、来年についてはすでに十数社から金沢港を使いたいという打診が来ていて、早ければ3月にも国際クルーズ船が入る見込みです。